大浦止氏は、長距離走を専門とする日本の陸上競技選手、指導者、教師。香川県初のオリンピック選手であり、大浦の活躍に刺激を受けた選手らによって、香川県のマラソン黄金期が築かれる契機を作った。選手引退後は主に満州で教師を務め、戦後は、故郷の香川県に戻り、長距離走の発展に貢献した。 1896年3月26日、香川県宇多里郡飯野村東部にて、父、漢字、母、留の三男として出生する。大浦家は農家であったが、三丹百姓と呼ばれる、零細経営であったため、漢字は行商を兼ねることで生計を立てていた。大浦少年も、草履作りや松葉書きなどできることなら何でもやったと言い,い、この経験は、 後の生活に役立ったと10回している。1902年に、飯野尋常小学校へ入学。当時は4年生であったため1906年3月に卒業する。そのまま飯野高等小学校へ進み、1910年3月に卒業する。大浦家の家庭事情では進学の余裕はなかったが、大浦の才能を買っていた教師の熱心な勧めによって、 飯山教員講習所への進学が叶った。飯山教員講習所への通学距離は往復五里あり、大浦はここで先生になる自覚が芽生えたという。飯山教員講習所は一年生の教育機関であったため1911年3月に卒業し、翌4月に香川県市範学校本科第一部に進学する。この年、羽田運動場で開催された1912年、 ストックホルムオリンピックの予選会で、金栗四43が、下馬票を覆して、佐々木正清を破って優勝したという報道に接し、人ができるなら、自分にもと思い、陸上競技を志す。しかし1914年2月14日に開かれた、国分寺香川市販館の三里四町市販、成長距離競争に出場し30位と振るわなかった。 このため高松群れ館は往復山や横断競争への出場ができなかったが、選手ではなかったが、私自身もスポーツに目覚めたと語っている。1915年3月、香川市藩本科を卒業し、高松市立尋常高等小学校の訓導に着任する。ここで2年教師を務めた後、退職して東京高等市範学校へ進学する。 1917年4月、東京講師文科第一部に進学し、恒例の校内長距離競争に出場するもまた33位と、かんばしくなかった。しかし、余科生の中では2.3位の成績であったため、徒歩部に入部した。部では、金栗や茂木前作らから刺激を得て、練習に励んだ。なお、講師新人大会では800メートルと1500メートルを制している。 当時を振り返り、大浦は、マラソンブームの時代に上京し、東京講師という当時の黄門の環境に育ち、加納、金栗という偉大な死の訓導を受け、順風に帆を上げたと述べている。1920年2月14日、第1回東京箱根間、往復大学駅伝競争に出場し、5区で区間賞を獲得して、総合優勝に貢献した。 4月17日から18日の第7回国際オリンピック大会関東予選競技大会では5000メートルで優勝1万メートルで2位に入賞した。1週間後の第7回国際オリンピック第2次予選競技会では5000メートルと1万メートルの2冠を達成し日本代表に選ばれた。5月14日に日本を立ち8月 アントワープオリンピックの5000メートルと1万メートルに出場したが5000メートルは決勝戦で途中失格1万メートルは危険に終わった。当時周回遅れになった場合は失格というルールがあったことが失格の理由である。日本代表の面々はこの戦いを永遠に忘れず日本のスポーツ発展に尽くすことを誓い首相の野口玄三郎を中心として 白はじむ会を結成した。帰郷したのは11月7日であった。オリンピック終了後、香川県に帰郷した1921年1月、堺での青年団が主催して、オリンピック選手歓迎マラソンが開催された。これが香川県におけるマラソンの始まりである。大浦は、どんな選手がいるか、どんな走りをしているかを観察しながら少し遅れて、出走したが、 森ビラと浜田和平だけは追い抜けず3位となった。閉会式にて大浦は、ぜひ直ちに中央大会に出てください。必ず3着以内に入れます。と出場選手を激励した。以降競技熱が高まり、1928年アムステルダムオリンピックに出場した山田金松や1936年ベルリンオリンピックに出場した朱惑玉浦を輩出した。 この年の第2回箱根駅伝でも5区に出場し、区間3位となった。1921年3月に東京講師を卒業した大浦は、翌4月より大分県女子師範学校教諭に着任した。続いて1923年に奈良県師範学校教諭を務めた後、満州に渡る。満州へ移った大浦は、1924年4月に、 安藤高等女学校の教諭に就任、1936年4月には校長に承認した。1937年4月には、新京式島高等女学校、1940年4月には、新京第二中学校、1941年4月には、吉林中学校へ転勤し、いずれも校長を務めた。1942年11月からは、 在満教務士学館を務め、終戦を迎えた。満州には家族で来ていたが、官職にあった大浦は、満州から離れることはできず、妻子のみ、軍の手引きで、平野にへ避難した。満州に残った大浦は必舌に尽くしがたい苦しみの連続を味わったという。この間、妻の玉子が1946年4月18日に、娘の京子が、 同年5月10日に相次いで亡くなっている。同年8月、残された大浦の子供の帰国許可が下り、10月には大浦の職が自動的に解かれ、日本に引き上げた。日本に帰国した大浦は、1947年1月から1950年2月まで高松女子商業高等学校で校長を務めた。 校長時代の1948年11月には、香川県で開かれる初めての日本全国レベルのマラソン大会第2回金栗賞朝日マラソンが高松市で開催されるにあたり審判長を務めた。1950年3月31日からは、高松第一高等学校の講師として教弁を取り始め、1958年4月1日からは、 同校非常勤講師となり、同年9月30日まで務めた。また陸上競技関係では、香川陸上競技協会、香川スポーツ陸上競技連盟で顧問を務めたほか、香川タートル協会の会長となるなど、長距離層の指導者として活動した。プライベートでは、娘がつぐのを見送った後、知人のすすめで中医師と再婚している。1976年に、 大浦は3時を迎えたが、開拓者精神を忘れず、英語に挑戦していた。この頃、大浦は通訳の試験を受けに、大阪へ出向いたが、娘が付き添っていたため、担当者に、娘が受験生で、大浦は付き添い人だと、勘違いされた。また、徳島県池田町の白地温泉で開かれた、池田ジャンボーズ四国ゼミナールという3泊4日の、 英語合宿に86歳にして参加した際には、出席者一同を驚かせたというエピソードもある。アントワープオリンピック日本代表で結成した、史料はムカイの最後の生存者であった大浦は、1989年8月28日、93歳で、成居した。生涯に走り抜いた距離は、地球7周分に達した。 アントワープオリンピックから帰国した際に開かれた歓迎マラソンの閉会式にて、大浦はこの田舎にこれほど走れる人がいるとは思わなかった。ぜひ全国大会に出場してほしいと語り、多くの選手を勇気づけた。これ以降、境でからは有力なマラソンランナーが数多く現れ、黄金期を迎えた。香川県のマラソンランナーは山田金松をはじめ、 千代田との関わりが深い人が多かったので、大浦の存在は異色であった。現在、香川県で毎年開催されている香川丸亀国際ハーフマラソンでは、特別表彰として、大浦土目師匠が優秀選手に授与されている。東京講師在学中、恒例の千葉県防修での夏季合宿では、北条、小港間、のこぎ山、白浜の灯台など、あちこちを駆け巡り、 地元の農家を驚かせた。また、ある夕暮れに、モテギ前桜と走っていたが、火が暮れてしまったため刺激がペースを上げたところ大裏は、ついていくことができなかった上、道に迷ってしまい、泣きべそをかきながら帰宅したという経験がある。さらに日光東京館を走破する、練習中、宇都宮で雨に降られ、杉並木に避難したが、頭にはパンを入れた風呂敷をかぶっていたため、 泥棒に間違われるという経験もしている。新境式島高等女学校長時代に新京で開かれた実極家の生活座談会にて実極家の子女の教育というテーマで意見を述べている。この中で大浦は実極家の子供は耐えねばならないため全道すれば必ず良い生徒が現れるとし、幸か不幸かで言えば幸福であると述べた。また、 この時世に子供に贅沢な持ち物や弁当を持たせることや派手な結婚披露宴を開くことに苦言を呈した。具体例として、夏季学校に出かけた子供の様子を見に行った際、大浦は教師の指示通り何も持たずに行ったら、他の子供は歌詞などを親にもらっていたので、子供から非難されたことを挙げ、子供の可愛さゆえに歌詞を与えるのは真の愛ではないと訴えた。 大浦の主張に他の参加者も同調し、日の丸弁当は贅沢なので、梅干しの代わりに、らっきょうやたくあんでいいという発言があった。ありがとうございます。